おはようございます。こんにちは、こんばんは。吉岡秀樹です。今日も歯科相談掲示板を見ていこうと思います。今日の相談はこちら。歯列接触壁防止用のマウスピースは部分的に作れますか？という42歳女性の方からの相談になります。相談内容なんですが、スマホのしすぎか歯列接触壁になってしまったようで、右側の奥歯をずっとカチカチしてしまうのですが、気をつけてもやめられません。主に下の歯の尖りが気になって上から当てにいっている感じです。調べた限りマウスピースで防ぐぐらいしか手がないようなのですが、下の歯全体にかぶせるのは嫌なのですが、カチカチしてしまう部分とバランスを取るためにその反対側のみの部分マウスピースというのは作れるのでしょうか、という相談です。まず歯列接触壁、トゥースコンタクティングハビット、頭文字を取って TCH と呼ばれたりするんですけど、これは無意識で歯を接触させ続けてしまう癖というのが定義になっているわけですけど、ポイントは無意識でし続けている癖なんですよね。なのでご自身でずっとカチカチしてしまうって自覚できている部分っていうのは、歯列接触壁 TCH っていうのとちょっと違うところがあるんですよね。グイグイ噛むのはクレンチングで、ギリギリするのはグラインディング、カチカチするのはタッピングって言って、それぞれ名前がまた別にあるんですよね。まあ変な噛み癖の一種ではあるのは間違いないんですけどね。調べた限りマウスピースで防ぐくらいしか手がないようなのですが、っていうのはそうではないと思うんですよね。ということで私の回答を見ていこうと思いますが、わかりやすく言えば顎周りの筋肉の凝り張りが起きてしまうと、気をつけてても止められません、やめられませんという状態に陥ってしまいがちです。この筋肉をほぐしてあげると自然と話してられるようになったりするっていうのはよくあります。それをキープするためには日々の習慣の見直しなんかもポイントになったりします。スマホが原因なんだったら触る時間を減らせば良くなりそうなもんですが、実際はそれだけではないと思います。マウスピースよりも先に一度 TCH の是正指導を受けてみてはどうでしょうか、という加藤先生の意見には私も賛成です。 TCH の是正指導っていうのはいろいろ細かいことはあるんですけど、まずは無意識で気づかずに歯をくっつけ続けているっていう事実に気づいてほしいんですよね。言われてみたら思ったよりもそういうことをたくさんやってる、長い時間やってるんだなっていうことに気づけた人は割と早く治せると思います。逆にいやそんなことやってないと思うんですけどねっていう感じの人の場合はなかなか治しづらいっていうのは現実ですよね。専門的には安静空隙と言って、上下の歯の間には隙間があるんですよね。歯と歯をくっつけ続けてしまって安静空隙がゼロの状態が続くのを TCH があるっていう風に考えてもらっていいかなと思います。無意識でやってることなので気をつけてもやめられませんっていうのはそうなんですよね。無意識と意識比べると無意識の方が圧倒的なパワーを持っているので、気をつけてやめれるんだったら当にやめれてるんですよ。無意識でやってしまうのがだから癖なんですよね。なくて七癖って言いますもんね。良くない癖を直そうと思ってもなかなか難しいので、新しい癖をつける、悪い癖ではなくて良い癖、良い習慣を作るようにしてもらえると結果的に治ったりするんですよね。この筋肉の凝り張りをほぐすっていうのはちょっとテクニック的なところがあるんですけど、実際筋肉の凝り張りが強い人にやってあげるとすぐに自覚できるぐらいな変化があるんですよね。筋肉が凝ってる張ってる状態って短く縮こまってる状態なので、上下の歯がくっつきやすいんですよね。それをほぐして筋肉を伸ばしてあげれば歯をくっつけなくても平気になるんです。なのでついついくっついちゃうんですよねっていう場合は、筋肉をほぐしてみるっていうのは一つの手なんですよね。
なんですけど、無意識でやっちゃうものって自律神経が絡んでくることもあるので、自律神経障害って言ってしまうとちょっと言い過ぎなところもあるかもしれないですけど、自律神経の調子が悪い、不調があるっていう時はやっぱりそういう問題も起きてきやすいですよね。こういう変な噛み癖とか噛み合わせが気になる人は実際に見てもらって相談に乗ってもらってください。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。それではまた。